ムゼウナシオナルであるて、アンティガは、ポルトガル・リスボンにある国内で最も重要な美術館。頭文字を取って、ムナと呼ぶのが一般的である。国立古美術館は、1884年に定所川、近くに誕生した。建物は18世紀からあるアルボル博の住居を利用したもので、かつては、サントアルベルト修道院の古い建物があった。 修道院の礼拝堂は18世紀、ポルトガルバロック美術と建築の日出た例で、展示品の中に編入されている。美術館には、絵画、彫刻、金属在庫、織物、家具、デッサン、その他に中世から19世紀初期までの装飾芸術を含むコレクションがある。修造品は、特に15世紀から16世紀にかけてのポルトガルの絵画、 彫刻、金属在庫の歴史として特に重要とされている。おそらく収蔵品で最も有名な作品は1470年より以前にアフォンソ・五世の宮廷画家ヌーノ・ゴンサルベスが描いたと言われるサンビセンテの祭壇画であろう。6枚の大きなついたてには整備ビセンテを中心に中世後期のポルトガル社会の人々の顔が描かれている。 絵の中には60名の肖像が描かれている。美術館にはポルトガルで活躍した16世紀初頭の画家の重要な作品がある。ジョルジェ・アフォンソ、バスコ・フェルナンデス、ガルシア・フェルナンデス、フランシスコ・でホランダ、クリストバン・ロペス、グレゴリオ・ロペス、クリストバン・デ・フィグエーレド、フランシスコ・エンリケス、フレイ・カルロスらの作品である。ジョルジェ・アフォンソ、聖母・マリアを訪問する。 キリスト1515年頃ヒエロニムスボス、聖アントニウスの誘惑1501年頃17世紀から19世紀初頭までの仕事も、同様に、ジョゼファでオビドス、ベント、コエリョダ・シルベイラ、ビエーラ・ポルトゥエンセ、トミンゴス・セルグエーラ、モルガード・ド・セトゥーバルラに代表される。ポルトガルの金属細工は、美術館のもう一つのハイライトである。 コレクションは12世紀から18世紀までの結出した作品である。最も知られるものの一つは有名なベレンの生体験時代である。それは劇作家、俳優、詩人であるジルビセンテにより作られたのではないかと言われている。生体験時代の名によればバスコダガマよりインドから持ち帰られた最初の金で作られたという。 ヨーロッパ絵画の区画は目を奪われる、華麗な場所である。以下の作者の作品を収蔵する。ヤーコップ・アドリア・エンス・バッカー、バルトロメ・ベルメホ、ヒエロニムス・ボス、ピーテル・ブリューゲル、ヘラルト・ダビト、アルブレイ・ヒト・デューラー、ルーカス・クラ・ナッハ、ピエロ・デラ・フランチェスカ、ヤン・ホッサールト、ハンス・ホルバイン、ピーテル・デ・ホーホ、アードリアン・ニー・ゼン・ブラント、クエンティン・マサイス。 ハンスメムリンク、アントニス、モル、ヨアヒムパティニール、ヤンプロフォースト、ラファエロ・サンティ、ホセデ・リベーラ、アンドレア・デル・サルト、ダフィット・テニールス。ティントレット、アンソニー・バンダイク、ディエゴ・ベラスケス、ダビド・ビンケ・ボーンス、ヘンドリック・コルネリス・ゾーン・フローム、フランシスコ・デスル・バランなどである。ありがとうございます。